い、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもこんばんはです。皆様方。こんばんは。この間、すいませんね。あの、佐々木くんね。ああ、いえいえ、とんでもない。仕事のメンバーと自転車をね、今自転車乗ることが仕事になっちゃってて、まあ嬉しいんだけど、メンバーとそういう交流会をやってるんですよね。その真っ盛りの最中でした。あ、すいません。いえいえ。終わったら質問させていただきますので、よろしくお願いします。はい、はい、わかりました。じゃあ、始めさせていただきます。あれ？あ、はい。じゃあ、題目参照をさせていただきます。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。はい、では進んで、先に進ませていただきます。まずですね、じゃあ5問いきますね。本門の諸家をもって釈門の諸家に主張すれば、一定、あ、これね、一定ですね。四角になっちゃってるのは字が表記できないっていうことで、一定と、大会と一陣と、大戦となりと、本門の一菩薩を釈門の十方世界の文殊観音等に対抗すれば、公園をもって大釈に比するになお及ばずと。まあそういう、まあ流れとすれば、要はもうこれほどすごい、本門の仏様っていうのはこんなにすごいんですよっていうことで、その仏様が我々この定義の凡夫の中に、いらっしゃる。まあ、愚している、内在する、やっぱり信じられないんですよっていう、まあ、その辺の流れなんですね、これね。で、次の、本門の諸家をもって、釈門の諸家に秘境すれば、一定。これは二水でしたかな。二水プラス帝と、大会と一陣と大戦となりということは、まずここに、諸家の数を示されるのですと。諸家というのは消するところ、消すところと書きます。すなわち、煩悩に囚われ、根性の曲がった人間が、仏様の優れた、また不可思議な教えを受けて、その人間がよく変わっていくことですと。これはよく出ますね。脳家、諸家っていう、消する側の方、そして消される側、それが諸家。よく消す方が脳家。こういう、仏様が脳家で、それ以外の人はみんな諸家ですよね。で、我々で言うと、もう根本的にはゴースト商人経過が脳家で、それ以外のも全ての相続は諸家とも言える。で、もっと開いて言えば、お坊様方、ご尊師がみんな脳家で、我々在家は諸家っていう、そういう開き方。何重にもそれは開けるってことですね。まあ、ある意味、方々の者たちに向かっては、方々の者たちが諸家であって、我々、相続ともに、脳家っていうことも言えるしね。まあ、こういう意味です。それで、まあ、変わっていくと、諸家ならね、この脳家に消されていって変わっていく。悪いものがよく変わるが、変わるのが、いわゆる消される姿だと、いうことですね。で、この本門の諸家というのは、数が非常に多い。すなわち、法華経の受領本の前に、湯十本第15という本があり、そこで十の菩薩が出現されておる。その十の菩薩は全部、久遠以来の釈尊の教家による本門の諸家であると示されております。すなわち湯十本において、あるいは大菩薩の六万号舎を率いたる者、ものあり、この格のごとき諸々の大使、一心に仏像を求む、この諸々の大使と六万豪華者あり、共に来たって仏を供養し、及びこの経を護持す。五万豪者を率いたる、その数、これに過ぎたり、四万、及び三万、二万より一万に至り、一千、一百等、ないし一豪者、半及び三四分、億万分の一、千万なゆた、万の空の、もろもろの弟子、すなわち藩の国に至る。その数、また神に過ぎたり。
100万より1万に至り、1000および100、50と110とないし321、単語にして眷属なく、独居を願う者、共に仏所に来しせる。その数、うたた神に過ぎたりと。まあまあ、ここにその、ね、十の菩薩出現したその数が、まあもう無数と言っていいですけども、まあ説かれてるわけですよ。と、十の数が述べられてあります。ここをよく見ますと、6万豪華者を率いている城主が一番上位のために、たくさんの眷属を率いておられる。で、その後、それからあと、5万豪華者が6万に超える数があるってことですね。で、4万、3万とだんだん減っていって、最後は10人、3人、2人、1人となる。もうたった1人で出てくる、単語の菩薩っていうんですけど、たった1人で眷属なしで出てくる人もいると。で、その数がまた神に過ぎるというのですから、こういうことですね。逆比例する。逆比例するってことなんですよね。率いる眷属の数が少なくなるほどに、今度は逆に、その個々の菩薩の人数が増えてくる。このように十法に説かれております。だから6万っていう大集団は、例えば1集団しかないっていうすると、今度5万豪華者っていう集団は2ぐらいグループがあるみたいな。そういうふうに数が減ってくると、そのグループの構成人数が減ってくると、そのグループそのものの数は増えていくと。こういう、まあ、姿、節操、競争になってるってことですね。で、そういうところから数を勘定してみると、6万豪華者全体の数というものは実に広大無辺であって、30比喩も及ぶあたわざるところになります。30比喩っていうのは、要はその、この例え話を計算しようと思っても、計算するという意味なんですね、30比喩。だけど、それは、やっぱりできませんよ、っていうことなんですよ。で、それをここにお書きになっておる、あるわけで、本門の処刑は、釈門の処刑に比較すれば、つまり比べればってことですね。つまり釈門の方が明らかに少ない。本門の方が圧倒的に多いっていうことなんですよ。で、この一滴、つまり一滴、水の、海の一滴と、それと大海との比較ぐらいな、くらい釈門の弟子の数は少なく、本門の弟子の数は多いと。こういうことなんですね。つまり、仏様の釈門心において化道された弟子は、一つの雫のようなものであり、それに対して大海のようなものが本門におけるところの化道の弟子である。あるいはまた、一つの塵と大きな山のごときものと言われておりますと。そのくらい違う。だから前も話題になった。これは、要は、三千人伝号っていうその時から、お釈迦様が結縁してきた主将たち、弟子たちが、いるわけだけど、500人伝号っていうのがもう、3000人伝号に比べて、明らかにもっともうめちゃめちゃ昔っていう意味を言ってるわけですよね。だから、それだけの長い年月をかけてるもんで、たくさんの弟子もいると。で、三千人伝号ぐらいの、時間の尺だと、一雫とか、一雫と大海の違い、あるいは一つの塵ぐらいの量と一つの山ぐらいの違いがあるくらい弟子の数が違うんだよ、ということですね。で、いいですね。で、この本門の諸家の数が多いということ、すなわち本尺の諸家の多少は、それだけ本門の仏様の教化の数が釈門の仏よりも数千倍、数億倍多いことを表されるのです。これは今言った通りね。ものすごい長いってことです。本門の久遠実情を明かされたその年限っていうのはね。で、また、本門の一菩薩を釈門の、十法世界の文殊、観音等に対抗すれば、いいね。下に書いてあるね。円光をもって大釈に比するに名を呼ばずという門は、本と釈の教化の衆、その、今度は諸家のその姿、諸家の、まあ、レベル、意徳、そういうものを比べた場合、その勝列を示されると。本門の華道に、よる自由の菩薩方を、釈門の十法世界において、釈尊の教化を受けた、文殊師利菩薩、あるいは観音、聖子等の菩薩と対すると、
縁故をもって帝釈に比するに名を呼ばずと言われるのです。この猿の類、あ、書いてあるね、下にね。この縁故というのは猿のことですが、その猿と帝釈天皇という六翼天中の、まあ、この、通り天、そうそう、立身弁に刀って書いて、通り、で、それで、利天、通り天の主であり、大変に偉い仏法守護の神様。これはインドの神様ですけれども、猿とその神様と比べてもなお及ばないほどの相違があるということです。ひどい言われよっていうか、だから、釈門、すごいね、これね。文殊師菩薩ったら結構な、お菩薩様ですよ。それから観音菩薩、聖子菩薩ね。その方々はまるで猿のごとくであって、で、しかもその、帝釈天等に比べると、まだその、例えでは言い足りない。もっと差があるよっていうくらいの、本門の十の菩薩の威徳というものとの、差だっていうことなんですね。まあこれもさ、やっぱりよくよく深く拝していけば、ここに、深い意義があるわけだよね。そもそも十の菩薩の一番のその究極のお姿っていうか、その立場というものは結局、あれですもんね。久遠の仏様の化身じゃないけど、久遠の仏様を表してるわけだから、そりゃ、釈門の菩薩方に比べりゃ、えらい違いですよっていうのは、まあ当然なわけですよ。そして、ここは、他と小、要は人数の多い少ない。それから、小と列っていう、その、お姿における、優れているのと劣っているっていう二つを挙げて、釈門の仏様の眷属より、なお本門の仏様の、諸家が多くかつ優れておるゆえんを説かれておりますと。まあ、それをもって、つまり諸家の姿をもって、その仏、能家である仏様のその違いっていうものを言わんとしてるんですよ。その、今までは、釈門の仏、あ、じゃない、ごめん、権教の仏の立派さを説いて、それほどの仏様が我が胸中に、凡夫の胸中にいらっしゃるのよっていう、なかなか信じれない。っていうその、まあ、やりとりがあって。で、この釈門の仏様の凄さがまたもう、根拠どころじゃないよっていう流れの中で、その仏様すら、あなたの胸中にいるんですよっていう、そこの流れがあるわけだね。で、そこにベースがあった上で、今度は、本門の仏様たるは、これほどすごい。まずはその、初家の方、消された弟子たちの姿で、こんだけすごい差があるんだよってことを、まあ、説かれてきたと。で、格のごとく優れた本門の仏様が、我々のごとき凡夫の、全く明日もわからないような、凡夫の者の命の中においでになるであろうか、到底信じられないということを、反論の霊障とされるのでありますと。これはだから、まあ本当にまあ前回から、まあ全然ずっと続いてるんだけど、本当にこの仏が我が胸中に、凡夫ごときの胸中にお住まいっていうかな、内在されてることは、どうあったって信じれないってことを、まあひたすら繰り返す。これは何度も言ってるように、我々に向かって、信じなさいよって言ってるの、この反対のあれなんですよ。その、あなた方だって信じてない、信じてなきゃダメなのよっていうね。そこを信じないことには、この肝心の本尊、このご本尊を拝んだら、即身成仏、仏の境地が現れるんだよっていうところの大前提として、まず我が境中に仏が愚しているんだってとこを、まず信じなきゃ始まんないよ、ということにおいて、まあ我々のその、謙虚そうに見えて、実は不信というところの執着を、この大聖人が、丁寧にきめ細かく、まあある意味必要にですよ、お説きくださってるというところの流れなんですね。で、ちょっと待ってくださいね。原本持ってきます。